野口哲也と言います。美術作家をしていて、立体作品とか平面作品とかを制作して、いつも窓口になってもらっているギャラリーさんを通して作品を発表してます。町田は画材屋さんとか材料屋さんとか、僕の制作に欠かせないお店がたくさんあるので、それでこの町田に住もうと決めました。作家の間ではハンズが一軒あれば家が建つって言われるぐらい、いろんなものが手に入るので、僕は1週間のうちに半分ぐらいはハンズに来ると思います。僕の制作によく使う樹脂であるとか、あとは木のパネルなんかもたくさん買いますし、まあ、あとは針金とかネジとか塗料とか絵の具とか、だいたいハンズで揃えてます。僕は実は歴史の番組とか時代劇っていうのを全く見ないので、どちらかというと恐竜の化石をハンズの特設コーナーで見たりとか、ハムスターを見たりする方が楽しいです。僕は作品は全てこの部屋で作ってます。大体は粘土で人物の型を作って、それをシリコンっていう型に起こして、それからプラスチックの型に置き換えて、まあ、人物とは別に鎧兜を同時進行で作るんですが、本物の鎧兜と大体同じ工程を経て、まあ、ミニチュアサイズに縮小したものなんですけれども、それを最後に人物に着せながら組み立てていくっていう感じです。いくつか同時進行で作っていて、一つだいたい1ヶ月から2ヶ月で、大きいものになると3ヶ月ぐらいかかります。美術家になろうと思ったきっかけは、僕は小さい頃から絵を描くのが大好きだったので、まあ大人になったら働かなくて絵ばっかり描いていたいなっていうのがずっとあったので、あれはどのぐらい、幼稚園ぐらいの頃に両親と一緒に出かけた出先で鎧兜が展示してあってですね、すごくそれを見て怖かったのを覚えてます。なんか怪物の剥製が飾ってあるみたいで、なんか人間の外骨格に見えたんですね、鎧兜が。なんか怖さが半分興味に変わっていくというか、トラウマみたいなもんなんですけれども、いまだにその感覚って変わってないような気がします。ヨーロッパの油絵はものすごくリアルに描くっていうのが徹底されているので、リアルなものが大好きな僕はすごく憧れがあったんですけれども、同じように鎧兜のことも大好きなんですが、なぜか日本の中には鎧兜をリアルに扱った作品がなかったように感じてたんですね。そのことがなんか不思議なような、ちょっと物足りないような気がしていて、もっと鎧兜っていうのは実践で使ってたもので実用品なので、なんでしょうね、ファンタジーじゃなくてもっとリアルな鎧兜を見たいと思うのが今の制作のきっかけになったように思います。僕の作品の中には実はなさそうなんだけれども、実は本当はあったものっていう方が多いんだと思います。例えば一見ファンタジックに見えるものとか妄想に見えるものも作ったりするんですが、妄想っていうよりはどちらかというとリアルなシミュレーションをしているような感覚が近いと思います。人間の文化の中で時代によってルールって変わっていくと思うんですが、まあ、中に住んでいる人間の中身ってそんなに変わらないような気がするんですね。変わっていくのは時代ごとのルールであって人間は変わらないので、案外どの時代の人間がどの文化に行っ
ても簡単に順応できるんじゃないかというのが自分のテーマにずっとあるので、マッシュアップすることっていうのがやっててすごく楽しいですね。時々都心に出ることがあるんですが、大体はお世話になっているギャラリーさんに用事があってお邪魔するときに出ていきます。半分山の中みたいな田舎で制作しているので、まあ、電車にたった1時間ぐらい乗ってで表参道について、なんだかおしゃれな人とかお店に囲まれてるとなんかすごく不思議な感じがします。今お世話になってるギャラリーさん、ギャラリー緑衛さんは、僕がシャネルというブランドでグループ展をやった時にそのメンバーの一人として選ばれていたんですが、出品しているものを面白がってくれて声をかけてくださいました。緑衛さんは近代絵画が専門で、それこそピカソとかシャガールとか、もう今は亡くなった作家のぶっこ作家を扱っているんですが、まあ、最近になって現存作家というか生きている作家さんを扱い始めて、まあ、僕がその中の一人なんですけれども、玉屋さんとはいつもお仕事でお会いするつもりなんですが、まあ、大体後半はダラダラの雑談になっちゃうので、まあ遊びに会いに行ってるのか仕事で会いに行ってるのかは自分でもよくわからないですね。武者というかそういうものを描いてる人たちってのもちろんいると思うんですけど、現代でも前の展覧会でもあったような、はい、その少しこうゲームキャラみたいな形のものになったりとかもしてるんじゃないんですか。難しいですよね、まあ、完全に割り切ってその、まあ、英雄ヒーローとして描く場合は当然そういう楽しみ方もあると思うんですけれども、でもそれに対するアンチテーゼで、こう自分たちが歴史画だっていうので、こうガチガチのなんて言うんでしょうね、自分たちが見たい歴史の世界みたいなのを作っていっても、実はそれってリアルなものとはだいぶかけ離れた、なんか藤山芸者の世界に見えちゃうことがありますよね。いや、かけ離れてるでしょうね、まあ、キャラクターにどうしても依存したくなるのが人情だと思うんですけれども、人気部署っているじゃないですか、はい、そこの付加価値っていうのは今はもうそんなに強くはないわけですかね。いや強くないと思いますけど、自分は巴御前の絵が欲しいとかっていうお客さんとかってギャラリーさんの周りにはどうなんですかね今は、まあ、僕は少なくともあまり聞いたことがないですね。まあ、歴史画を専門に集める方っていうのも中にはいますよね。少しそれっていうのは例えば自分の好きな兜を描いてほしいとか、はい、そっち側の話になるのかなというような、うん、僕は作品を通じてどの時代でも人間って変わらないっていうことを表現できればいいなと思います。どんな時代でもどんな文化でも人間って自分のできるベストなことをしながらその文化に適応していくと思うので、文化に適応した人間はどの時代であってもみんな美しいと思います。僕の好きな言葉はですね、何かあるんじゃないのっていう言葉です。これは僕が学生の頃に実は先生に恩人に言われた言葉で、もうやり方がないとか不可能だとかって思ってることでも、まあ、何か一生懸命考えてると自分でも思っても見なかったような答えが見つかることがあるんで、今まで僕はそうやって無理だと思ってたことでもいろんな解決方法が見つかってきました。